現時点では一定の安定状況にあるのではないか。しかしながら予断を持つことなく、引き続き3号機に対する注水、そして4号機への注水を安定的に行うことによって、これらの状況を改善の方向に向かわせるべく、福島県内で採取された牛乳、そして茨城県内で採取されたほうれん草の検体から食品衛生法上の暫定基準値を超える放射線量が検出をされたという報告がございました。